最悪は免れたようだ。さあ、今日がフォーデンの発表の日か。何をする気なんだろう。王が残した言葉についての発表だろうけど、ルイも黙っていられないと言われるほどの話だ。歴史が変わるくらいの大事かもな。往来の皆々様、ぜひ聞いてくれ。フォーデン様よりご加盟が発せられた。空に浮かんだ巨大な顔、各地に現れた巨大な石、陛下を名乗る謎の声、聖教はこれらを正式に前王陛下ご自身の意思だと認めることになった。おお、やはりあれは亡き陛下の。よって陛下のお言葉通り、定められた期限の後に国民の信託を最も得ていた者が次の王となる。こいつは歴史上始まって以来の一大事だ。何しろ誰でも王様になれちまうってんだからな。誰でも？俺でもか。国民からの一番の信託、要するに一番の人気者になれたらの話だがな。あんたぐらい人気があればなれるんじゃないのかい？あいにく権力には興味なくてな。よし、今分かっていることを改めておさらいだ。まず石に浮かび上がった人面だが、現時点での人気のあるもので間違いないようだ。中でも上位3人の顔は空にも現れている。どんな場所からでも常に見えるようにとのことだろうな。待ってくれ、結局はただの平民には勝ち目なんてねえんじゃねえか。もし人気が出てもこんなところに顔が出ちまったら殺されるだろう。それがそうでもないのさ。陛下はそこをちゃんと考えておいでだ。人気を集めた者、少なくとも石に顔が現れた者たちは王の魔法の力により武力じゃ命を奪えなくなる。魔法の鎖が現れてがんじがらめにされちまうんだ。現にルイ様を殺そうとしたやからはこれでやられた。じゃあ貧乏人も奴隷もトガ人も本当に誰でも王様になれちまうのかい？待てよ、クレマールじゃない奴が王になったら今の生活保証されんのか？さあ諸君、伝えたぞ伝えたぞ。張り切って広めてくれ。王都に住んでようが辺境に住んでようが関係ない。国中の誰でも王様になれるんだ。発表を見てきた。教会は空の顔を正式に前王陛下の意思と認めるそうだ。意外と早かったな。まあ浮いた王宮を放ったままじゃ何もできないからな。もしフォーデン陛下が即位を強行していれば王子殿下復帰の目はなくなっていた。そこだけは助かったがな。悪い知らせもあるって顔ね。ルイの前でアルセスを縛った鎖を覚えてるだろ。あれも陛下の魔法らしい。つまり人気が高い候補者にはもう手が出せない。困ったな。ああ、ルイに手出しできなくなってしまった。行方は今も探らせているが、突き止めたところでもはや殺せない。そんな、王子の呪いを解く唯一の方法がなくなったの？王は何を考えてるんだ。ブライアスだってあんたの息子を救いたくてやったんだぞ。もっともこの魔法がなければ暗殺の応酬が起きて武力を持つルイの勝ちを招いた恐れもあったが、早くも打つ手が閉ざされたな。ねえ、マリアを見なかった？どうかしたのか？あの子、気づいたら部屋からいなくなって。黙って出ていく子じゃないんだ。あの人がいなくなったばかりなのにこんな。探してくる。ああ、本当かい？すまないね。これ以上何かあったらって思うと。自分で部屋から出たのなら何か理由があるのかもしれないな。探しに行きましょう。街へ出れば何かわかるでしょ。
で。なぜここへ？お父さん帰ってこなくて寂しくなった時はいつもここでお祈りしてたの。そしたら一回マリアって迎えに来てくれたことがあったんだ。でももうお祈り届かないみたい。聖堂壊れちゃったからかな。マリア、ファビアンヌさん言ってた。お父さん帰って来られなくなったってけど、マリア知ってるよ。お父さんはずっと遠く、もう会えないとこに行っちゃったんでしょ。これからは寂しくて、一番我慢した時より我慢しなくちゃいけないんだよね。これ以上寂しくなったらもう我慢できないよ。ごめんな、一緒に帰るって約束したのに。なんでみんないなくなっちゃうの？お母さんは病気で、王様や王子様もいなくなって、お父さんはなんでいなくなっちゃったの？マリアが悪い子だから、マリアのせい？それは違う。そうよ、そんなわけない。よく聞いてくれ。お父さんは悪い奴と戦っていたんだ。一緒だったのにすまない。俺たちは守れなかった。お父さん言ってた、悪い人が王様になってしまうって。必ず何とかするから。王様が優しかったらもう泣かないで済むのかな。王の真意が分かった気がする。こんな悲劇はもういらないって言いたいんじゃないか。殺し合いじゃなく、王座は王にふさわしい生き方を見つけた奴が継げと、そう言いたいんじゃないのか。そうかもしれないな。しかし願っては見てもこれからの争い、とても平和的には済むまい。だとしてもやるしかない。
事だったんだね。あ、まったく。勝手に出て行ってごめんなさい。いいんだよ。ファビアンヌさん、あのね、お腹すいた。マリア、そうだね、一緒に夕飯食べよ。ありがとうね、あんたたち。向こうは落ち着いたみたいだな。強い子だね。しかし我々の問題はこれからだ。ルイが殿下にかけた呪いの魔法をどうするか。魔法は術者の死をもってしか解けない。ところが王の魔法でルイは殺せなくなってしまったか。王子のもとへ報告に戻りたいけど眠ったままだし時間も惜しい。里帰りは無理ね。今はこらえてできることがないか探すべきだな。今朝の聖教の発表だが、味方を変えれば対立候補が乱立しないように牽制したとも取れる。聖教が無策のまま人気争いを受け入れたはずはない。確かに気になるな。今日は早めに休んで英気を養っておこう。悪い、起こしたか。横になるとついいろいろ考えてしまう。グライアスやマリアのこと、王子のこと、堂々巡りさ。よくないよな。一緒に考えよう。付き合おうってのか。変わってるな。やはりお前とは気が合う。その本、いつも持ってる例の小説か。砦行きの馬車で見せてもらったのがもう何ヶ月も前みたいな気分だ。読んでみる。そうだな、やっと一息つけたしな。おお、架空の国の見聞録って体裁か。この章は理想郷の治安についてだな。その世界では血生臭い原種争いがない。なぜなら原種は民に選ばれるものだからだ。武力で原種を殺しても次の原種になどなれない。ただ捕らえられ人殺しとして裁かれるだけだ。地位や財産を暴力で奪うのは最も恥ずべき悪徳とみなされている。きつい皮肉だな。現実じゃ王族殺しが王になりそうだってのに、この国じゃ大騒ぎになるような支持争いがごく当たり前の世界ってわけか。面白い。気のせいか王がかけた魔法に似てるな。まさかこれが種本じゃないだろうな。だが現実でうまくいくわけがない。人気の前に種族のいざこざが始まる。それに民の選択だからって本当にいつも正しいか。種族のいざこざなんかは祭りごとのせいだけじゃないだろう。例えば俺たちクレマール族は無意識に自分たちを世の中の基準だと思い込んでいる。数も多いし、何より王家と同じ種族だ。その辺のことに鈍感に育っちまう。どうしたら乗り越えられるんだろう。俺にとっての理想とはどんな未来なんだろうな。しかしおかげで少し頭がほぐれた。ルイの首を取ることばかり考えていたが、呪いを解く方法が本当にそれだけか。もっとよく調べてみるべきだな。これでよく眠れそうだ。今夜はこの辺で。ってお前もう寝たのかよ。神王が決する日にまた一日近づく。諸君、聞いたか？どえらい祭りが始まるぞ。新しい王を決めるにあたって
誰もが世間に力を示せる機会を国が用意するそうだ。その名も宝剣競技会。なんと連合三国の首都を巡りながらいろんな競技で争うって趣向らしい。最初の競技は勇者品評会だ。人々を脅かす害獣を狩り、より大きな首を期日までにオセアナの首都へ持ち寄るべし。全ての民に門戸は開かれてるだとよ。さあ諸君、どうする？見てるだけでいいのか？ストロール、こんな早くに呼び出してどうした？その手帳は？ファビアンヌさんからだ。気になった。グライアスの遺品を探してもらったな。これ、呪いの魔法について調べてるじゃない。こんな端書きがある。これほど複雑な魔法なら術式の設計を練ったはずだってな。ルイは呪いの設計図を書いていたはずってことか。それが手に入れば。ああ、ルイを殺さなくても呪いを解ける可能性がある。でも襲撃があったのはもうだいぶ前よ。図面なんて残っている可能性にかけるしかない。問題は入手方法だが、当然無防備な場所には置かないだろう。並大抵じゃないな。そういえばさっき教会の工事人がこんなものを配っていたそうだ。冒険競技会開催の知らせ。国が人気争いを主催するってのか。為政者どもにしては意外と面白いことを考えついたな。だが公平さのためずる賢い言い草だ。国が主催ってなんだよ。王が空位なんだぞ。本当の主催は政教府、つまりフォーデンだ。実はフォーデンに有利な八百長ってこと？でも石碑を見る限りフォーデンは最初から1位よ。書いてある通り公平に競って人気を得たことにしたいのさ。ルイの評判が上がりすぎないよう牽制することにもなる。まずいな。これで名を上げた者は支持されるだろう。王子殿下を救えたとしてもこれでは。とにかく急いでルイに近づく方法を見つけなきゃ。ああもうどうしよう。冒険競技会に出よう。は？ちょっと話聞いてた？大体出場しようにも肝心の王子は。そうか、そいつは面白いかもしれない。ルイに近づくために利用するのさ。奴は実力さえあれば少数種族でも積極的に取り立てる。実際ゾルバもそうだった。エルダ族でも人間と戦える力があるとなれば取り入ることは可能だろう。彼を立候補させようってこと？ルイの目に留まる程度に目立つだけなら十分やれる。もしも見事部下に取り立てられれば。潜入作戦か。大胆だな。だが確かにそれなら設計図のありかも探りやすい。待ってよ、いくら目立てるって言っても命がけで矢面に立つのは彼よ。どうなんだ、さっきの話、本気で出馬したいって意味なのか？もちろん本気だ。君というやつは。うん。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな国になってほしい。誰であってもみんなこの国の人だ。困っていたら助けよう。王様の候補を名乗るんだから。もういつの間にか私がついていく側じゃない。彼の覚悟は我々の視界にふさわしいと思う。喜んでこの背中を預けよう。よろしく頼む。
んな危険な目にあったってのに、正直あの人と同じ道は辿ってほしくない。それでも行きたいってのか？行きたいんだ。誰に言ったのかしら。競技会応援させてもらうよ。食料の支度ぐらいしか手伝えないからさ。競技会って何？次の王様になるための競争をするのさ、この国のみんなでね。じゃあ王様になるために行くの？すごい、マリア絶対応援するね。最初の支持者だな。これじゃあ本気で王様も目指さなきゃな。初めから目指してる。その意気だ。でもあのルイを振り向かせるなら全国区で騒がれないと。本気で王座を狙うくらいの意気込みでちょうどかも。もう会えなくなる。いや会えるさ。すぐには無理かもしれないけどな。寂しくなるのはやだな。マリア。でもマリア応援する。王様になってもらえるように応援するよ。応援ありがとう。うん。さて早速参加登録と行きたいが、旅の足が欲しいところだな。町の外は無法の荒野だ。指定された期限、オセアナ公国の首都までこの日数だと徒歩じゃ到底間に合わない。お金持ちはみんな外戦車とか使うでしょうね。馬車くらいであれば手に入るかもしれない。手分けしよう。二人は参加手続きを済ませておいてくれ。歩兵車で受付するそうだ。任せたぞ。ここのはずよね。ちょっといいか。冒険競技会に参加したい。あ、お前みたいな若造が？そっちのガキは連れか？出馬するのは自分です。は？貴様がか？年齢制限があるとは聞いてないが。よく見たら貴様エルダー族か。お前が国王に？見せ物としては人気が取れるかもな。仕事をしてくれないか、受け付けるのか、どうなんだ。ん？エルダ族？どっかで見たよな。北の砦に行った新兵の部隊にいなかったか。全滅したはずじゃん。何？逃亡者か？役に立ちそうにないって王都に置いていかれたんだ。隊長にその嫌われてな。そういうお前も見覚えがあるな。まあいい、隊長を信じまって今さら確認も取れん。参加を認めよう。少しは異種族もいないと公平にならんしな。危ない危ない。当然馬車も用意しておけよ。冷やかしだと見なされたくなければな。貴様らには明日の開会式に参加する義務がある。場所は大聖堂の広場だ。遅れるなよ。馬車の方はとりあえずキュルケンベルグに任せておくしかない。となると次の心配は怪物狩りの獲物ね。目立てなきゃルイの目に留まるなんて夢のまた夢よ。そっちで軍が扱いきれない害獣やらに賞金をかけて斡旋してるはずだ。覗いてみよう。みんな考えることは同じね。どんな首を取りゃ目立てんだ。でかい方がいいよな。で、おい、ろくな依頼ねえじゃんか。お前さんたちも冒険競技会に出んのかい？一足遅かったな。手頃な怪物退治の依頼はもう大体取られちまったよ。怪物以外の依頼はないのか？賞金首といったら罪人も入るよな。うん、それなら一件だけあるが。どれどれ。うわ、こいつ最悪ね。極
凶悪誘拐犯灰ザメ、軍も手を焼いて長らく野放しみたい。いいかもしれないな。おいおい、何も知らないんだな。そいつは札付きの手だれで騎士団上がりって噂まである。ガキなんかの手に負える相手じゃない。そもそもお前ら競技会のお題を分かってるか。あ、そうよ、怪物の首の大きさを競うって話でしょ。そんな区別もつかないんじゃどのみしか出っこない。王様ごっこなら他でやるんだな。偉そうに。参加者ってのはあんなやつばかりか。けど知的は最もよ。どういうつもり。心配するな、もちろんあえて狙うのさ。首の大きさを競うのにあえて罪人を狙う理由わかる。もともと勝つ必要がないってこと。お、さすがだな。我らが隊長は察しがいい。安心しろ、後でちゃんと説明する。キュルケンベルグは納得するのかな。君たち、灰ザメの手配書に興味があるのか。なんたる天の導き。どうか私の話を聞いてくれないか。失礼、私は南にある町マルテラの警備隊長バードンと申す者。灰ザメの手配書の依頼主だ。警備隊長、そんな大層な依頼人とは。この件もう一刻の猶予もないのだ。最近では灰ザメは子供までさらい始めた。売り飛ばすという話もある。夜な夜な人がいなくなる町に誰が安心して腰を据えようか。このままでは誰も寄りつかなくなって町が死んでしまう。でもたかが人さらいでしょ。札付きらしいけど軍隊の手に負えないなんてことあるの。奴のねぐらは巨大なオオスナムシが出る危険地帯だ。我らは小さな町の警備隊だ。実戦経験が浅く全滅しかねない。なぜ灰ザメだけ無事でいられるのかはかねてから謎だ。なるほど、確かに厄介だな。恥を忍び何度も手配書を貼り直しに来てるんだが、今では受けようとする者さえなく、兵士の身で故郷すら守れないとは全く自分が情けない。笑ってくれ。なおさら力を貸したい。名誉を捨てて実を取ったんだ。情けないものか。引き受けよう。あなたが恥を忍ぶのは今回が最後だ。ありがたい。誰もが競技会に夢中な今、こんな面倒な依頼を引き受けてくださるか。皇主ら、神よ、心から感謝します。では次は古城の町マルティラで。ぜひとも早いお貸しを。短期間で目立とうと思うなら少しは無理をするしかない。それに無視できないだろう。元騎士って噂のやつが人さらいだぞ。放っておいて王子殿下に顔向けできるのか。それはまあ。キュルケンベルグは俺が何とかする。受付で依頼を受けてしまってくれ。